皆さんこんにちは。にゃせよ、編集長まじです。今日は海町ちゃちゃちゃの7話、8話について語っていきたいと思います。ということでですね、今週も始まりました海町ちゃちゃの語るお時間です。大丈夫ですか？皆さん飽きてないですか？大丈夫ですかね。ここでは毎週私が海町ちゃちゃちゃを見て感想を語るという、皆さんと感情をシェアする、そんな機会となっております。ということでですね、また私メガネの調子が悪くなっちゃった、コンタクトが切れたということで、本日はねメガネでお伝えするんですけど、私すごいメガネ度がきついんですよ。視力 0.1 ぐらいしかなくって、乱視が若干入ってるらしいので、メガネがねすごい分厚いんですよね。だからメガネかけるとすっごいね漏れないの、すっごい目ちっちゃく見えてすごい困っちゃうんですけど、許してください。メガネかけずにやるとね、貴重なカメラのねこのちっちゃいやつ見えなくなっちゃうから、お願いしますね。ということで本日もやっていきましょう。どうぞ。はい、ということで語ります。語るんですけど、皆さん今回のね副題知ってます？私この副題見た時にマジ考えた人マジで天才だなと思って、もうすごい感動したんですけど、まず7話があなたの寂しさが私に寄りかかる瞬間で、8話があなたの存在が暗闇を消す瞬間っていう副題なんですよ。これ見た人わかると思うんですけど、めっちゃ天才じゃないですか。なんかもうまさにだなと思って、でまあこれはまああくまでも偉人視点で書かれているんだなっていうのを私はちょっとね感じたわけなんですけれども、7話はヘジンがドゥシクを受け止めて、で8話はドゥシクがヘジンを受け止めるみたいな今回の流れになっていて、もうマジ最高だった。でもう7話も8話も最高なんだけど、まあとはいえ次につながるのは8話になってくるから、まあちょっと8話をね中心に喋っていこうかなと思います。でなんかもう2人さ、もう最初に言っちゃうわ、もう気づけっていう、本当にね、なんだろう、お互いがさなんかちょっと気になるみたいなこと言ってるけどさ、早く確信持っちゃいなよみたいなところはすごい思うよね。で確信持っちゃいなよっていうか、早くね恋は動いてるぞって分かっていてもとかだったらさ、まだ許せるんだけど、もう二人も大人じゃないですか。だからもうそろそろなんか認めてもいいんじゃないですかとはちょっとね見てて思うんですけれども、まあそんなところもね幸せですよ、もうヒーリングドラマなので。でそんなドラマなんですが、もうなんかドゥシクがねこの7話8話で、まあ、先輩が登場してくるわけですよ。で焼き餅をね焼いちゃうというね、もうそこも最高でしたね。先輩もなんかすごいいいキャラクターで、なんかほっと素敵だなと思いながら見てるんですけど、おばあちゃんとの距離の詰め方とか、その周りをどうやって巻き込んでいくか、自分が率先的に動いて背中見せて、でそこにもうみんなを巻き込んでいくみたいなところが、なんか本当にこうチーム作るのすごい上手だなと思いながら見てたし、なんか三角関係になると誰かしらがなんかちょっとひねくれたりとか拗ねたりとか自己肯定感鬼下がったりとか、そういうのあるじゃないですか。でもこのドラマのいいところって、誰も自己肯定感を下げずに本当にただ純粋まっすぐに関係が変化してっていうところなんじゃないかなって私自身を感じていて、なんかそれがすごい、まあ今現代だからなのかな、なんかすごい珍しいし、なんか面白いなと思って見てます。先輩がさ、やっぱ嫌味がないじゃないですか、まっすぐで。でってなったらさ、ドゥシクもなんか意識しちゃうよね。そりゃヘジンに彼氏はいるのかっていう質問もね、うおってなるよね。自分が一番身近だったのに自分との関係を超える相手が出てきちゃったわけだから、そりゃね焦りますよっていうところもめちゃめちゃ良かったし、その餃子を奪い合うシーンだったり、サーフィンですね、先輩とサーフィンをしごきまくるっていう、なんか軍隊を彷彿とさせるようなサーフィンをねやったりとか、今回事件がね2発ぐらい出てきたと思うんですけど、まあ、チョヒさん赴任してきた小学校の先生が拉致されたっていう事件だったり、拉致未遂ですねだったり、投資のうまい話にこう騙されようとしてた人がいたりとか、あとヘジンもねなんかもっと大丈夫かみたいなのがあったりとか、なんか事件が本当にてんこ盛りでしたよね。でその田舎に限っての話ではないと思うけど、田舎の人は多分その金融商材の詐欺とかって多分すぐ信じちゃうじゃないですか。この人とのつながりがこう密だからこそ、なんかそういうところにも引っかかりやすくなっちゃうというか、もう信じちゃうよね。でそれをまあヘジンが止めたっていうのは、まあすごい、まあ村の方々との関係っていうところでもすごい良かったんじゃないかなって思うんですけど、実は私もあの8話までを見てきて、なんかあのねアラムのお母さんがなんかちょっと言葉悪いけどうざいなって思ってたんですよ。でもめっちゃすぐ噂流すよ、こういう近所のおばちゃんいるわみたいな、もう絶対どっかに一人はいるわみたいな感じで思ってて、いやちょっとマジうざいなこの人、ちょっと嫌だなみたいな感じで見ちゃってたんですけど、
ど、でもそこには私たちが想像できなかった背景があって、で辛いことを乗り越えてたりとかして、まあ、だからって許されることではないとは思うけど人の背景を知るって大切だなっていう風に思ったし、なんかそこでちゃんとありがとうごめんなさいが言える関係って素敵だなって思いました。いやでもね、ジュリちゃんと同い年のね娘さんがいたのは結構衝撃的だったのではないでしょうか。でなんかさ、途中でさ、村で宝くじを買ってなんか当たった人がいるっぽいみたいな話になってたんですけど、あれって誰だったんですかね。あれもしかしてドゥシクなのではとか、いろいろ警察官の人なのではとか、いろいろもろもろ感じたりはするんですけど、誰も羽振り良くなってなかったっていうから、意外な人物が当選した可能性もありますよね。もしかしたらね、おばあちゃんの誰かかもしれないしね。あ、でもお金なかったって言ってたから、お金ないって言ってたから違うかとか、まあなんかいろんな予想ができるわけなので、ちょっとそこもね、ちょっとどうなるのか、なんかなんかの伏線かもしれないから、どうなっていくのかなっていうところも楽しみにしていきたいですね。で、まあいつもね、そこまで気にはならんけど、まあ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 見るかぐらいの立ち位置にいる道長と東長と、あとチョヒさんの三角関係ですね。でこれは昔みたいに仲良くしたいですって言ってたらね、ぎっくり腰になっちゃってっていうところだったんですけれども、どうなるんですかね。あの未練があるのかな。だからあそこもね、村の謎の一つとして描かれておりますが、なんか私たちもなんか置いてかれてる感が若干するというか、道長は本当にチョヒのことがねめちゃめちゃ好きなんですよね。でも奥さんの方はその人のことがお好きなんだろうなぁと思ったり思わなかったりっていうところで、どうなんでしょうかね。お子さんどうなんでしょうか。男の初恋ってややこしいんでしょうか。皆さんご存知の方はぜひコメント欄で教えていただけたらと思います。であとは、そうだな、事件ありました。ありもあったじゃないですか。まあ事件というか、まあ今回ね、その二人の距離、二人ドゥシクとヘジンの距離すごい縮まったと思うんですけど、まあそこ縮まった二つの出来事があるんじゃないかなと思ってて、まあ、まず先輩とドゥシクとヘジンと三人で飲んだと。で、あと二つ目がドゥシクが風邪ひいちゃって、ヘジンがねまずそうなお粥をね作ってた時の話ですね。いやー本当にもうさ、それもさ、なんかもう急にみたいな感じで、まあまずその飲み会から行こうか。三人の飲み会の時はプロデューサーの職業病だよね。ゲームしまくってさ、もう戦いまくって三人とも潰れるっていうのをやった時に、その時に最初の副題でもあったけど、あなたの寂しさが私に寄りかかる瞬間があったわけですよ。ドゥシクからで行かないでカジマって言っているシーンがあったと思うんですけど、いやマジで過去何あったのっていうところがめちゃくちゃ気になるっていうところではあるんだけど、でそこがあって、でそこからさあどうなるっていうところで8話のその看病があったわけですよ。で、まあ、もちろん起きてるよね。もう毎回ドゥシク起きてるやん、そういう時だから。こうヘジンが一緒にお仕事する時にさ、あの本班長はキス上手だったろみたいなのを聞いた時に、もうやめてよみたいなのを言ってるけど、まあちょっと意識しちゃうよね、そんなに言われたってね。でもてかその確認作業に入るヘジンもすごいと思うんですよ。逆にそこの確認作業に入り、そこでもう確認したわけですね。でも起きてんのよ。あれさ、これ起きててさ、こう目つぶってるわけでしょ。でやられた後さ、自分どういう感情になるんだろう。なんか作戦通りなのか。まあまあ多分そうなんだろうね、ネタフリしてるから。けどなんかさ、もう二人とも気づいてるやん。もうだってもうそういったアクションに起こすイコールさ、嫌いではないやん。でも素直になれないっていうかさ、二人ともなんかツン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 してるじゃん。もう早く付き合って、もう早く付き合っていただけないかなっていうのを思うんですけど、こういうね、こう駆け引きがこう一番ね楽しい時だったりもすると思うので、私たちはそういったどんな二人がね、二人がどうやって素直になっていくのかっていうところもね、ちょっと見ていきたいですね。まあ、ただ先輩もすごい優しくていい人なので、ちょっと悩みどころというか迷いどころというか、なんか先輩の番組もなんかうまくいってほしいし、ヘジンとの関係も気がないわけではないと思うから、ヘジンもなんかどっちを選ぶのかなっていうのも楽しみなところであり、まあやっぱり本班長はやっぱり幸せになっていただかないとね。もう今回あの分かっていても時はジャガイモの笑顔を守りたいでしたけど、今回は本班長の幸せを守りたいを発足させようと思いますね。はい、勝手にそうですね。で最後ですよ。っていうかあれだ、あのあれですね、キスされたって言っちゃったんですけど、キス未遂が正しい表現ですね。ドゥシクが病気になってた時にキス上手なのって聞かれて、そうでもない、そう、あのそんなこと言わないでよみたいな感じの反応があったと思うんですけど、確認作業っていうアクションを起こそうとしちゃうヘジンっていうのがね、あのすごい男気あるなぁと思って見てたんですけど、でもあれ起きてるわけじゃないですか。絶対起きてるじゃないですか。でその起きてるところでこうキス未遂をされるっていう心境、この心境をですね、あのぜひ800字の原稿用紙1枚以内で教えていただきたい
本当に。だって起きてるわけじゃん。ちょっと来るじゃん。目開けたくならないのかな。でもそういう関係に近づいてるってことなんで、ぜひ早く付き合っていただきたい、本当にっていうところですね。で、もう二人のこう芽生えかけてる恋の気持ちにもキュンとなって、前回は恋が始まるみたいな感じなんですけど、今回は恋が動いたみたいな感じですよね。楽しみすぎる。いやね、でもやっぱり8話のこう冷麺屋さんのところもうすっごい最高で、こう二人と売り私たちって言っちゃうところとかももうマジ最高だし、なんかもうめちゃめちゃ嫉妬しちゃう本番長も最高だし、やっぱり隠しきれないニヤニヤが垣間見えてる本番長ももうすごい最高だし、で最後ですね、最後もう毎回このドラマいい終わり方をしてくれるんですね。でそれ我々にまだかまだかとかき立てるような終わり方をしてくれるんですけど、最後もねこう最後ハグで終わるで、ハグというかこう寄りかかって終わるという、土曜日までが長い。まあ土日更新ということで楽しんでる。まあ今まで結構ね、週1で更新とかが多かったから、なんかすごい楽しませてもらってるんですけど。いや、長いね。いやもう最高のヒーリングドラマだし、韓国でもね、この間動画出しましたけど、すごい視聴率いいみたいなので、ぜひ皆さんこれからも語っていきましょう。てか大丈夫？本当に需要ある？これ。みんなついてきてますかね？あと、ちょうど半分もあるっていうことで、まあ、ここからどう動いていくのかっていうのをぜひ、私たちで見届けていきましょう。ということで、ちょっと今日はね、なんかもうぐだぐだ語って、もうちょっと気持ちが入りすぎてちょっとグダグダ語る感じになってしまってたんですけれども、最後まで見ていただいた皆さんありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッターと TikTok もやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。アンニョン。